雨の中今日も門番をしていました「自分の心の声が聞こえない」「お耳は外についているから」「嘘の嘘嘘のそのまた嘘は本当の嘘の世界になる」 カムサハムニダーだいろいろバレたトッポギトッポギ隠せなかったこの雨は私の涙雨雨ふれふれもっとふれ」<laughs> こんばんは。こんばんは。<laughs> ものすごい豪雨ですね。そうなんです。私今日豪雨なんです。私今。<laughs> 豪雨。どうしたんですか。もう教えません。ああ、そうっすか。まあ、別に言いいつけ聞きたくないですけども。一つだけ、はい。え言えることがあるとするならば。はいはい。仕事を取るためにね。うん。色気を使うなっていうことなんですよ。<laughs> あ、そうっすか。はい。まあ、なんかあったんですね。 夢っていうのはね、魔物なんです。ああ、まあそれはわかりますよなんか、まあそういう歌だったんですねさっきのね。あれはまた別の話なんです。あんなことは辛くてね言えないんですけれども一つも。そうすか。夢はね、魔物なんですよ。人を幸せにもするし、生きる力もあるけども、人を殺しもしますね。 深いすすねどう思いますいまやーまあやっぱりねいろいろその望んでる結果じゃないことなんても山ほどある <laughs> この人差し指で <laughs> 指立てんのやめなさいあんた怖いわ怖い何それ中指にしないだけマシだけろそこはさすがだと思ってますよ僕も私は今までね、ええええ、こういうことを避けて生きてきてる人なんですよ、はい あまあ、なんとなくわかる気がするけどキャバクラか芸能人のキャバクラか <laughs> 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 それだけじゃないですよ会社でもどこでもあるじゃないですかまあ言ってもね、うん、まあどうしてもなんかそういう方もいらっしゃるというのは接待ねえー、えわ、ー、かりますよ、はい、しみらねそういうね自分をねそういう使って、ね、やる人もやっぱいるんですよ別に。 言い方悪いかもしれないですけど女の武器じゃないですけどダメです正々堂々とやってほしい実力勝負だということですね思うわけさそんなので取れたとしても本番バレるさ下手くそっていやまあまあそれはそうですよ下手くそではないけれど嫌だわけそういうやり方ちょっと汚ねえんじゃないかっつってなそういやわかりますわかります それもあるし今日は荒れそうな予感がするなそれもははいい。あるしはいはいありますねこのさ仕事の場でさ、ええ、このさ必ず男の人と女の人がいたらなんか恋愛沙汰が起きるさまあつきものですけどねムカつくわけよこういうのはね僕仕事にはいらないと思ってるんですよああ危ないぶない危ない危ない,<え>危ないどうしたんですか <laughs> 戦闘力が上がってるどんどん <laughs> 怖い怖い <laughs> ミキさんあのはいはいあのさ嫌だっけあのあなたご自分で気づかれてないとは思うんですけどもヘッドホンしてる隙間から髪がウニア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 出てきてるんですよなんかの魔力かなんかが知らないですけども最近ねええ とってもこの話とは別のことで、すごく大変なことがあったわけ。苦労されたと。自分史上、それこそ最初の歌の話ね。あ、歌今今か今これか。そう。自分のこの気持ちをね出さないといけないところがあって。はい。ドライヤーが壊れよってよね。なんですかそれ、悪力でですか。違うわ。もうこれ以上行ったらミキ本当にボロが出そうだからやめようかな。 ウェンジャーミキの恐竜ラジオ始まり始まりー 皆さん、こんばんは <laughs> こんばんは <laughs> 爽やかな金曜日、いかがお過ごしですか素晴らしい夜ですね。本当ですね。<ー>だって明日は土曜日ですよ。そうなんですよ、はあ。こんなに幸せなことってあるんでしょうか雨がキラキラと輝いて見えていますね。道路をね。道路へ。この葉や車、すべてのものを雨が洗い流してくれて。はい。 輝いています。天気ありがとう。<laughs> さっきね、はい、とても素敵な光景を私見たんですよ。どんな光景ですか？さっきね、自動販売機で、はい、私珍しく、うん、コーヒーを買ったんです。甘いやつ。まあ珍しいでしょうん。そしたらあのカップルが、はい、後ろを歩いていまして、うん、こっそり。 耳をすませるとはいまださっきって言ってもさ9時半ぐらいだよえ。まだ明るい時間だから今ちょっと手繋げないねって言ってたわけ死なせよと思ってかお前たちいくつだからと思ってから言ったけどミキよりだいぶ年上だったわけやめろ繋げやめろ。当につなげと思ってからいいだろはっつって二人のタイミングがあるんだよはっつって誰も見てないから早く繋げるつって やべないいですよ、皆さん、花菌、いかがお過ごしですか街が浮かれてんだよね、街に。本当ですよね。冗談じゃないっつう話なんで、冗談じゃないよ。何が輝いて見えますね、だっつう話なんおめえが言ったんだよ。そうですか。鳥肌立ったよ、俺、自分の久しぶで、でも最近の聖騎さんなら輝いて見えるんじゃないですか。あそうですか。世界が。いや、そんなことないです。変わらないです。バラ色に見えてるんじゃないですか。いや、そんなことないです。目を見て話せ。お前、目を見て話せ。そんなことないです。やっぱりね。 あの、まあ、僕の心は相変わらずですけれども。そうかな。うん、でも、やっぱ、僕ね、改めて。はい。この時間って大切だなって思ってるんですよ。お前、しょっちゅう嘘ばっかりついてるのさっきからな。目を見て話せ、目を見て人の先週、もう本当に一人でやるのは寂しかったな。どうだったですか。何がですか。ば、番組ですか。うん、あの、トリプルエだった。違います。何だった。何もあってない。ダイナミック琉球みたいな。ダイナミック世紀みたいな。 ネクララジオ。なんで、デラックス、デラックスよ。はいはい。デラックスな。そうですね。いや、まあまあ、淡々とやりました。本当。まだ一応確認はしてないんですけど。しなくていいです。大丈夫です。どういう感じだったんですか?。いや、もう、それはも皆さんからの熱いメッセージを紹介したり。おった?。ちょっと替え歌で、遊んでみたりとか。まあ、そういったのをやってるんですよ。自ら歌を歌うようになったんですか?。もういやですけどね。うわ、成長しました。ねただ残念なのが一個ありまして。はい。電話つなぎたかったんですよ。 電話はい何ですかそれはラジオ番組で電話のコーナーといったらまあラジオのコーナーの花形みたいなもんですよおおテレフォンショッキング的なそうですそうですここにいない人とおおおしゃべりを通じてラジオ発信するという電話をしてまで話したい人がいたんですかいたんですよあんまりないですけど珍しいことにぜひやろうとやってたんですけどできなかったすいませんでしたいやいや状況わかってましたからすいませんでしたあなたどこ行ってたんですかというか カムサーモニだ。<ー>韓国一丁目。あ、全然言い慣れてない感じが。<laughs> 韓国行ってたんですよ。何しに行ってたわけ？初めての海外。<ー>あのさん、ミキが2月に、あ、3月だったか2月だったか。うん、あの我が町で我が町の小劇場でさ、おかしな劇っていう。はい、あの韓国の演出家の。 ペーさんっていう人が演出した劇をやったじゃないですか。ああはいはいはいあの三人でやったやつ。そう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 。それをさあのペーさんの出身の韓国でやろうっていう話になって。あ向こうで。うん。おおあそう。うん。あそれでいってたわけ。そう。えまもう劇もやってきたわけ。そう急遽だったんだけどね。はい。うん。え何それ日本語でま当然や。日本語でやった。できたわけ。うん。大丈夫だったの面白かったわけよ。ええ 衣装とかもみんなやる気があんのかないのかわからんけど荷物になるからって言って衣装持っていかんでいいよ使い行ってからみんなもなんかさもうばいってから遊ぶ遊ぶ感じで行ったわけよでペさんがどうしようかなやっぱり衣装を持ってきてないとまずいって言って怒られたって言われてからそりゃそうでそりゃそうでしょうってだろうなえどうしようどうしようって言ってわかったって言って顔にお面をつけようって話し出したわけお面あ 会場に向かう新幹線の中でよ。はいはい。それがその写真だったわけです。ええー、あのライン送られてきましてですね。えー、えー、ええー、あなたから。えーえー、の怖かったですよ。濃麺 <laughs> をやりだす <laughs> やるって言い出して。<laughs> あそれのメイクだったわけ。あれそう。 白塗りであなた海外行って何やってんのかなっつって僕ちょっと心配になりましたよもでもねすごく面白かったんですよあ,あそう言葉が通じないし、うん、あの見てる人も全く言葉わかんないさねまあまあそうだろうな、うん、しかもセリフが多くて、うん、言葉がペラペラしゃべる劇だったから<ー>余計わかんないしうん、うん、こっちだって覚えてるかどうか一か八かでやってるわけよどんな会場でやったわけ向こうの会場ってちょっと全然僕はかんないですけど普通の,普通普通の 普通のじゃあまあそのまあ言ったら衝撃場みたいなところってこと普通のところでなんかさあの面白かったとってもあそう全然言葉通じないからやりたい放題でいい経験になったね海外デビューですよ言ったら分かっそりゃそうですよそうかな面白かった面白かったもう初めてパスポート使ったんですよ3年前に買ったって言ったさ海外に行く気がして ずっと眠らしてもう来年期限切れるよやって思っていたのをやっと使ってあえたんだ出国しまして <laughs> <えた> <laughs> いやあなたみたいなもんが日本や沖縄を飛び出して大丈夫かなって僕は心配してたんですけどねうっそーあでもよかったね海外行ったことある世紀さん一応ありますよあマジかあの旅行でね最低なんでよいいだろう別にどこ,どこに行ったんですかえとタイとマレーシアに 旅行ですから何しよ旅行あの大学の卒業旅行みたいなのを兼ねて2回行ったんですよタイとマレーシアに一回2回ずつ二回1回ずつ日をずらして行ったんですよすげえなお前いやでも海外行ったらさいろいろ変わるっしょマレーシア人みたい顔が俺がしっくりきた今何が変わった価値観価値観マジマジマジ価値観 変わってねえのかよ何も変わってねえじゃないかよ違うそ意さのかなとっとその5しか知らんからさミキはセイキさんのいやもうほらほら僕ですよ僕が若い時ですよもっとやさぐれてるに決まってるじゃないですかそうなの今こうやって心を開いてるのも心開いてるつもりなのかマレーシアのおかげだと僕は思ってます。どんなどんなのがあったマレーシアあのねなんかビーチが綺麗だった沖縄と変わらんやしって言って泳いだ覚えがあります マジか。そうそうそう、いいもんだなと思って、また行きたいよ、でも。海外は。ミキオーロラがいいな。ああ、えっと、北極、南極。知らん。知らんけど、北海道でもいい。ああ、北海道ね。ラベンダー畑みたいな。あ、わか畑よ。とりあえず、ミキは行っても、何も変わらんかった。あ、またね。何泊行ってきたわけ。三泊四日です。ああ、結構行ってんだ。うん。き金土日。 月あうん金土日木金土日だあ,あ木金土日で、うん、ああそうですかまあわざわざねあなたに会いに来たリスナーさんもいらっしゃったんですけどね、うん、残念な本当によね <laughs> ごめんね初めての沖縄だったらしいですねそう,そうですよねいやしかも、うん、あなたと違ってですようん、うん、一泊で来てたんですよ でもミイキーだけに会いに来たわけじゃないでしょまあまあそうなんですけどねちこんなこと言うっなって <laughs> 僕もフォローのしようがないですも <laughs> まあいいや話は尽きないところですがはい。とりあえず一回曲お願いしましょうかねそうですね、うん、じゃあ軽めにお<っ>今日は行きましょうね聴いてください早見優で夏色の男子 <laughs> 重い 重い,ですね、重いな何ですで曲チョイスしちゃったんだろうねだからよねあのツイキャス見てたんですけど「はい、テントを頑張ろうかい?」さんが「うん、ああ無事に帰ってきちゃったんだね」ってあテレアさんですね本当ですね、うん、はいありがとうございます なん <laughs> なんでしょうね <laughs> いいですね、えー、そしてたかしーさん、はい、ミキ先ほど大型ショッピングモールで見かけたけど、うん、話しかけないでオーラを感じたからスルーしましたってあああなたもやっぱ普段そうですかそうみたいです話しかけないでくれオーラ出てるわけいやいや違う話しかけないでオーラじゃないよきっとなん <laughs> ですか <laughs> 素敵なオーラが出てたの。うどん食べてたって同じですねうん、ミキーうどん食べた後寝てましたんたかしーさんうどん食べた後読書してたって言ってる 一緒じゃないです <laughs> さっきねミもう今日朝からさチョコレートしか食べてなかったからあ<ー>お腹がさすきすぎてあのー、大変だったわけ相変わらずうどんはまってるみたいだねそうでもないのよ<え>もう癖になってるあうどんが、うん、うどんが癖になっている <laughs> <laughs> まあいいやあのたっぷりちょっとね韓国のお話も聞きたいと思ってるんですよ僕はなんであななたたみたいなもんが、うん 国外に出ててどどうううだっったのかっていうのかいいねうどうもないわむしろみんなの中に何か溶け込むわ違うさっき大型ショッピングモールでさ、はい、あのさ次のさこのさあの吉一屋だった何だった <laughs> 吉本ねなん <laughs> やんばい <laughs> んかそれ韓国語混じったのか今 <laughs> やんちや吉本のお笑い芸人の <laughs> あのー、ほら2人ああーツーシーム福岡,福岡のはいはいはい中村くんね中村くん見た ああ仕事だったんだライカムでご飯食べてた一人で一人でうんわって言って、うん、こんにちはっつってこんなところで会うって珍しいさあのー、中村君もこの人前髪垂らしてからさはいはい、はい、暗そうな感じだった彼も友達いないですからねそうみたいな高橋、うん、さんと中村君と三人でうどん食べればよかったね嘘 <laughs> 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 一旦 CM です <laughs> <laughs> 嘘,嘘 <laughs> 一人で食べるのが楽しいよな うどんな見たわけさ「おっ」っつってから「こんにちは」っつって「何してるんですか?」って「営業です」って言ったわけうううんんんなんかさ別の場所だったらわってなるさなのに「あっクールだクールじらしたんだ」っつってミキも「あっ」つってわかんないですけど多分ねあの僕もそうですけどミキちゃんも普段会っても何もしゃべらないからじゃないしゃべる 右はってなる人だわけだけどあって言ったからあ <laughs> な,なんか違うのかなって <laughs> あ,なたがひあなたがひるむの珍しいですね<笑><笑>なんかさ暗かった右はこのレジの一番端っこで食べてたわけよレジの一番近くで食べてる人ってすごいなと思って、うんね、お店の人に見られながら食べるさまあ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 とにかく取って早く返せるからとか <laughs> そういうのはあるんじゃないのそうな マジか隆尻さんに見られたかありがとうねあのそのままほっといてくれて一人の時を本当によミキあれだから精神統一してるからねお NUJ さんおンでガンスうるさいか普通で言ったけど押す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 あのね、うん、あ違うか こちらもクソうるさいです <laughs> あそううななんだみんだみるさいって言ってるよなんだろうね別に設定す,することないけどなこっちねいいよねいいよラジオだからいいよね、はい、いきますよ はい皆さん改めましてこんばんは。こんばんは。氷流ラジオを二週間ぶりにお届けしています。そうですね。お相手はウエジョミイラミナセイキです。イエーイ。久しぶりですね。本当ですね。韓国行って何食べるわけ？韓国行って肉食べてたわけ。やっぱ焼肉とかそういうのになるわけ。ああ。美味しいわけ。うまいらしいな。あのさ美味しいんだけど、しょっちゅう肉食べてたから。 みあんまりさふださ食べないわけよ <laughs> あ肉とかうん,うん、うん、野菜炒めにお母さんが入れるのをちょっと食べるぐらいああまあまあまあ肉入ってるからねそうそうミキたち家んかさ、うん、あの昔の貧乏を引き続いて今もそんな別にあれだわけよ <laughs> それ分かんないですけどでも肉料理っていうのが肉メインの料理っていうのがまあそんなに普段食べないってことそう,そう、うん、しょっちゅう肉しょっちゅう肉美おいしいわけしかもうんこのさ食べ放題とかあるさ、あのー、沖縄でもさ この焼肉とか自分で選んでとか。あれの肉の置かれの置かれ方の種類が半端ないわけよ。そんなにいっぱいあるわけ。もうさ。お肉屋さんぐらいの勢いでいろんな種類がいっぱいあって。マジか。<然>値段どうなの値段。安い店だったんだよ、多分。千円とか。あ、で、じゃ、その食べ放題が基本なのかな。すごかったね。 なんかしょっちゅう肉食べてた気がする。いいなあ、楽しんできたんだな、うん。で、なんかよ、ほ、うん、安く済ませるって言って、うん、あのー、モーテル。に泊まってたわけよ。えっと、ラブホテル。っていうのかな。うん、うん、な,なんか、なんとなくわかる。そう、そう。で、ミキはこの女の先輩と、同じ部屋だったんだけどさ。うん、すごかったね。一日目の、このモーテルが。うん、モサトイレぐらいの広さの。 うん、中にトイレとシャワーがついててああうんまあユニットバス的な感じそう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 ユニットバスでもないでもない普通の個室のトイレあるさ <laughs>、うん、洗面器とあのー、うんと便器だけがついてる一般的なあれの広さの間に、うん、どんなすルバっていうぐらいのシャワーが一個ついてるそれ入れないだろシャワー <laughs> でしょ <laughs> それ しかもドアがガラス張りでまま見えだわけシャワーもトイレも恥ずかしいシャワーもトイレも一緒でそのドアがガラス張りでもうさ大変だったねまいいんだけどこんななんか旅をしてたわけ1日目何したっけな行って着いてもう忘れた思い出ない場あるあるんだけどなんか

先輩とかの演劇の人ともいっぱいあった。ああ、向こうのね。うん、うん,う,んうん、うん、うん。面白かった。しょっちゅう,いいうさ、公演も見に行ったわけ、舞台も。うん、で、見に行った後に、この出演者の方たちと。あのー、ご飯食べて、うん、まあ、飲み会なんだけど。いろいろやったんだけどさ。面白かったね。向こうは何飲むわけ。そのマッコリ的なやつ。あ、みんなマッコリ飲んだり。焼酎,焼酎とかもあるのかな。あと、なんか、焼酎多かったね。ああ、あるんだ。 ミキはジントニックとか好きさジントニックは知らないですけどだから <laughs> <れ>一応お酒はあんまり口に合わんかったああそうなんだ、うん、向こうの人酒もまたガバガバ飲みそうなイメージあるけどな俺はそうだね<ー>明日本番とは思えないぐらいみんな食べて飲んでたね <laughs> <laughs> あやっぱそういうの気遣うわけ、うん、ちょっとはなまあ酒残って舞台には立てんわな、うん、えー、ずいぶんなそのなんか有名な観光地みたいなところ行ったりしなかったのあ行ったよあのさ いいっぱいショッピングモールじゃないけどなんかんと東京でいう原宿みたいなところにも行ったしこの演劇の盛んっていう街にも行ったしあ,そういう街があるわけあと、あのなんかさミキが一番感動したのが、うん、なんかさお寺みたいなスタバがあったわけ。うわー <laughs> うわ好きもうさ瓦屋根で景観を維持するために他の建物もそうらしくてススターバックが屋だったわけ沖縄のコンビニが赤瓦みたいなもんだみたいな感じかも修理にあるもんねそう修理のじゃないけど感動してからいやあなたそういうの好きそうだな有名でしょそのススターバックそうかも福岡にもあるって言ってたあそうなんだ 福岡にも景観を維持したススターバックがあるってまあまあいいよねへえ結構じゃ満喫してきたわけなそうだな寝れたけどな寝れなかったけどな部屋が部屋だから便秘だったしそれだからガラス張りでできなかっただけだろそうだと思うそうだと思う便秘つうか我慢つうかまあでもでも他のところでトイレぐらいいっぱいあるでしょまあそうだけどもうさ大変だったね大変だった変だなしえ なんかかさ一人でも朝出けけてみたわあんまり飲める先がなくてミキ酔っ払わなかったから全然みんなが朝寝てても一人だけ起きてしまうわけ元気だからまあまあ二日もないということねだから朝早く起きて海外一人でちょっと散歩してみようと思ってちょっと勇気出して散歩してか歩いてかさあの この韓国はどこでもクレジットカードが使えるすぎるぐらい使えるからさちっちゃいお店でもどこでも行ってから韓国のなんかコーヒーが飲みたくてしょうがなかったから、うん、歩いてどこか探したらまたスタバがあってまたかい、ね、スタバあるな <laughs> 結構 <laughs> スタバあるねあそう1人で。 コーヒーヒ飲んでベーグル食べつつ、うん、お韓国に来てもスターバーかって思いながら <laughs> そうねもうちょっとなんかそうだよねもうちょっと欲しかったけど、ね、<laughs> でもなんか楽しかったわけ <laughs> はこれでもどうなのやっぱまあまあ言ってもあなた日本人じゃないですか<っ>で韓国行って、うん、あなたみたいなもんが一人でスターバックス入るとするじゃないですかやっぱバレちゃうわけバレるねあそうか注文の時とかうんなんてなんて注文したの ここれこれ何これ何って普通に <laughs> 通じるわけよ多分通じると思う意外とその海外の人って日本語を喋れる人が大勢いてあ本当そ特にその客商売だったりするとね<ー>タイでもマレーシアでもそうだったのよあんまじお土産屋さん行くと大体日本人ですかって日本の日本語で聞かれるわけへ<ー>まあ日本人みたいな感じだけど。 この顔でも日本人って言われたそれ言われるだろう。<laughs> マジか今思ったけど本当に髪の毛増えたよね、うん、<laughs> 知らねえよ言うなよそれ別によ今日は韓国の話ですから本当だよね行ってみたいな俺もな沖縄の人ってさ、うん、内地に行くとさ沖縄の人ってすぐわかるさうんわかるわかるだけど海外に行くとさ日本人ってなるんだよね やっぱわかるもんか、まあ、言ってもお隣さんじゃないですか。まあ、そうだね。そまあ、あの、アジアですから。わかるんだな。まあ、でも、沖縄に来てる、あの、韓国人の人に会ってもさ、急に。あ、わかるな。あ、あれって思うよね。そうだよな。まあ、そういう感覚なんだろうな。韓国の人はね、あの、ピンキリだったよね。な、なにが。本当に韓国みたいな顔と。うん、うん、うん、うん。なんか、ちょっといじったような、なんか芸能人みたいな顔がいっぱい。いじった。 どんな男はみんな横刈り上げしてた、うんうん、そうだったよで髪の毛みょんってやってたうんやってたやってたあさ <laughs> びっくりするぐらいみんな同じ髪型だったよ <laughs> なんでわかるいやなんかそういうの流行ってるんだろうなっていう想像うわやっぱりそうだったよいいっすね面白かったねでもやっぱりねあのー、言っても人間ですね、うん、ただのみんなねあ,、まあ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 それはそうでいね どうなのやっぱその、うん、まあなた沖縄からこうやって役者さんとして行ってるわけじゃないですか。うん、で紹介されるでしょ、うん されるわけしないねしないんかいしないよあっちだって有名じゃない人と有名な人のさ分かるよまあ言ってもあなたのお前誰かぐらいの勢いだよそれで一人一人終わった後にペさんが紹介する飽きたお前絶対何て言ったかっつってからごめん何て言った何て言ったって聞いたけど絶対教えんかったわけ問いたただだしんそうそう終わった後にペさんさっき何て言ったのっつったからまだ聞くんか変な人ですって言ったってあんま それはもう全世界共通でもう認識があるわけ。あ,あのこの人はキチガイですって言ったっていう <laughs> <laughs> 失礼なやつなだ,だからよ。もっとあっただろうっつった。塾まあ紹介の仕方ね。まあでもまあ確かにあなたのことを誰かに僕が紹介する時も。多分いやちょっと変わってるんですけどねぐらいは付け加えると思う。ダメだよ。なの、ね。 でも思ったわけさミキ韓国行って一応さ韓国行ってって言うんだけど海外初めてだから韓国って近いやしお前このくらいでって言われたんだけどさまあいいんだけどなんかさ行ってもさ動物は一緒さまあ犬とか猫とかってこと鳥もまあ鳥いるだろうな空も空も木もそうっすね なんで人間だけさこんなに変わってしまったんだろうと思って <laughs> まあ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 、まあ、そうねまあ文化というか、うん、顔立ちもまあそういうもんだからね、うん、変わるっちゃ変わるでしょうねなんでねなんでわかんないですなんで言葉を変える必要があったの <laughs>、うん、なんで俺に聞いてんのかもわかんないですけど <laughs> <laughs> 俺がそれを答えられるはずもないだろう答えられるはずだわかりました、はい、それはですね与井上さん、うん メール紹介した後に切り替え早いなお前。もうこの三秒で答える気になった。見てください。もう三十分なんですよ。いや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 。お前いつもだいたいこのあたりでメールいくじゃねいか。メールいくか。行きましょう行きましょう。よし。だまもう。来てるんですか。はい。あの多分今日はあなたに対してね、あの帰りなさいメッセージなんかも来てると思いますから。ありがとう。僕が紹介しましょう。はいお願いします。今日メッセージテーマいってないなそういえばな。ああそうだ。どどうする？まあいっか。 今日はフリーでいいですか韓国とかいろいろでいい韓国韓国韓国って印象覚えられないですけどラジオネーム天然ボケさんですねありがとうございますミキさんえことは結婚して幸せだなとしみじみ思う正貴さん小沢ラジオを聴いてるリスナーの皆さん最後の金曜日は漂流ラジオ聴かないと金曜日が終わらなくなるぐらい大事な漂流ラジオです重いなうん わけわかんないです。先週は生き生きとネクララジオをしている正気さん、その時素敵な笑顔でネクララジオをしました。いやうんはいわかんないです。頑張ってよもう、頑張ってよもう。それを聞いたミキさんが下落ちをしているはず。正気さんのツッコミが好きだから正気さんにいじくる天然ボケです。正気さんに原価は売っていません。原価は売ってないだろうな。そうですね。わけわかんないですけど、何。 か好きさ、うん、天然ボケも男性ですが男として好きさ、うん、きっとみきさんは2人男だから好きっていうなよキモいみきさんはどうして毎週漂流ラジオでめちゃくちゃ楽しそうなみきさんがいるからたくさんなリスナー皆さんに支えてもらえてると感じます。今日は 普段やらないことをしてほしいからお互いに褒めることが言葉があれば言ってもらえませんかそうそう上城劇団のネタを大分前に SPC がのお二人来てめちゃくちゃ楽しかったのでラップの関係で作ってほしいな来週まで <laughs> たくさんな上城劇団のネタをお待ちしていますミキの韓国の話をさ打ち切って。 読む必要あったか <laughs> いやいやいややっぱりこのメールあっての番組ですからどういう意味これ天然ボケさう<ー>んほんと今んところ僕一行も入ってきてないですけどね <laughs> 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 はいありがとうございますありがとうございますあ先週ね、えー、セイキさんがネクララジオを生き生きやってたっていうことですねいいじゃないですかそう,そうですね最初こそね、はい、セイキさんネクララジオで生き生きしてるよねってみんな言ってたけどうんうん なんで漂流ラジオで生き生きしてなかったら何か不都合があるんですか。いや、特に僕は。<laughs> そうですよね。あ、あの、やっぱり番組によって、うん、あのスタイル変えるのは当然です。もう、ね、これ、僕が、僕のこの今の僕の状態が、うん、漂流ラジオスタイルなんですよ。<ー>僕の漂流ラジオスタイルなんです。あの、どんだけテンション僕が上げても、生き生きやっても、あなたに勝てない。んですよ <laughs> <laughs> 追いつかないんですよ。<laughs> だから、落ち着く。 あのポジションを取ったという。あ、そうなの。そういうことです。天然武器さえな、な、なんかさ、うん、この前ミキがさ、正規さんに喧嘩売ってるだろうっつって、やめろって言ったさ。はいはい。はいはいはい、だからさ、ちょっとこの、今日は、あの優しく来てますね。うん。ちょっと、な。うん、褒めてみたらどうみたいなこと言ってたな。なやるかや。うん。 <laughs> もうこんなにミッキーたちのこと気にしないでさ,さであの好きな話でいいんですよ全然そうですよね、うん、その天然ボケさんに会ったこととかそうまあ今日はテーマ韓国国でしたっけ、うん、<laughs> わかんないですけどさっき言ったんだばっかりですけれども <laughs>、うん、それですからねそうよ今日の朝はパンを食べましたとかうん このプライドで結構ですのでね。本当ね、二三、ね、行でいいんでね。<laughs> <laughs> お願いしたいですね。はい、ありがとうございます。い,ますいつも、はい、SPC はね、うん、この前ミキがゲストで行ったじゃないですか。あ,うんうん、あの時にまた来たいって言ってたし、見てもまた来てくださいねって言ったから、また読んでね。うんうんうん 楽しくできるといいですね。わかりました。ありがとうございます。続いて行きましょう。こちらラジオネーム早め愛するルモ公開さんです。ありがとうございます。正気さんミーキーに中 F.M. 小座のリスナーさんこんばんミーキーということで。はい。あまたなんか読んで損した感じ。頑張ってください。テーマ韓国。俺はね韓国の可愛い女の子と付き合いたいな。あれ韓国のお土産は以上です。 ミキユーストリームのカメラに向かって手を振って、またミキ後からやということで。うん。うん、手は振りますか?。振りません。はい。ありがとうございます。<laughs> 朝も言ってたんですよ。あ手振て誕生日だったか、ら手振ってって。ああ、先週でしょう。ん。うん、今日の朝。あ,きあ、今日の朝?。ああ、あ、今日の朝手振ってって言ってたってこと?うん。あ、誕生日が。 選手だったってこと確か選手だったはず。ああ、邪気をふる必要ないやし。終わってますからね。あとよなんてか、韓国ね可愛い子でもいっぱいいたね。まあなんかその韓国アイドルがどうしてもあの頭よぎるんですけど。いなかったわ。間違った。いなかった。えええ間違った。いなかった。ええ美人がいなかったということでいいんですか。いるけど少しいた。少しかい。なんかさ。 いるだろもっと <laughs> 違うとっても可愛い人はとっても可愛かったけどうん、うん、なんかさやっぱお化粧の種類が違かったねあどうなのあんあんまり濃い顔のイメージないんですよ僕でしょうん薄い顔立ちをされてるんじゃないかなっていうイメージなんですけど、うん、やっぱそんな感じこの薄い顔立ちであればあるほど、うん、化粧がやり放題だわけよわかる <laughs> <laughs> あもうあのまっさらな画用紙みたいなもの <laughs> ですか <laughs> でさミキさこのノーメンみたいなメイクしたって言ってさあれと同じぐらいのメイクやめろマジであれの顔どんだけ怖かったからよ俺違うミキびっくりしたわけ浮くと思ったんだけどまあそこの場所が場所だっただけにえ同じっていうぐらいのじゃあみんながみんなそうじゃないと思いますよミキが行ったところが特別そうだったかもしれないけどえっ 完全にディスってるじゃねえか。すいません、そんなとっても楽しかったんですけどね。で沖縄にもたまにいるけどな。いやこれ首の色と顔の色なんも違うやし。いやいやいるけどやっぱわかる？わかるわかる。男の人が見てもそっとしてるけど。さあどんどんまいります。したら多分お前なそれこそな。怒られる。そうじゃ。え続きましてラジオネーム七八七新一さんからいただきました。ありがとうございます。 こんばんは今宮崎から聞いていますみきちゃんに質問があります今日のファッションは何ですかみきちゃんが好きなデニムですか立ってファッション見せてくださいお願いします懐かしいな懐かしいな。最初らへんにこの人よく来てたなツイキャスとかでもいろんな人に聞いてた本当なんですかファッションが好きなんですかデニムが好きみたいですよごめん今日デニムじゃないからいいかなうん 嘘だけどただ見せた人は一人もいないと思いですけどたまにね最初らへん始まったばっかりの人とかはね本当に立って回ったりしったりするよねまあ嬉しいからなもうここまで僕らみたいにもうやさぐれてるとねなかなかリスナーの希望には答えないですよねすいませんね今3つメール紹介しましたけど気づいてました僕ら1個も答えてないっていて っってて言ますはむしろなんでまず天然ボケさんの褒め言葉言ってもらえませんかっていうのは「べ」っていう感じだったじゃないですか続いて早見愛する文句さん手振ってつって「べ」って言ってたじゃないですかでジーパンデニムのくだり「べ」じゃないですかこれミキたちのせいじゃないよね明らかにねまあね言ってもねそうよあのメール送ってる リスナーの皆さんのせいだと僕も思ってますよ、うん、そうよ何なの、うん、もうみんなさ金曜日だからって何なのもうちょっとまともなコメント書けねえのかっつって <laughs> ツイ <laughs> キャスいいっぱい来てますね <laughs> <なっ S 1> あのー、大喜利のケイシーさんがね来てくれてますね、はい、ああそうですねこの間もそうそう那覇、えー、チョップっていうさ那覇、はい、にあるさライブハウスがはい、はい、あそこでさミキインプロのライブを何回かやらせていただいて、うん、そこにケイシーさんの番組の中でやらせてもらったわけよあそうなんだそうそうそう<ー>ミキの芝居とかさインプロのライブも何回か見に来てくれててはい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  あのなんとかにかけましてうまいんだよねうんうんケイシさんねそう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 うまいかはわからないけど面白いすごいのよ本当にすぐいうすぐへえ。あれなんていうんだっけあのー大喜利大喜利じゃなくて謎かけあ謎かけできる謎かけできませんできないですかうんじゃあミヒが言うからなんかやってみて俺がやるんかいなんでだよ俺もできるとかなんとも言ってねえじゃねえかラジオラジオあラジオうん 整いました。お早い早いしょ、えー。ラジオとかけまして。はい。人、えー、人の話とっとく。その心は。うん、どっちも聞くでしょう。一旦 CM です。<laughs> 下手くそかー。 <laughs> 下手くそかや来る <laughs> からなマジで CM けちケンシーさん何か教えて何か教えて <laughs> 絶対振ってやるからな可愛いい子はいるけど私より可愛い,い子はいなかったっていないいないっていうかそミキこんなこと思わないから、ね、本当に本当にはに大変だよああそうかもしれないあのミキが買ったお菓子を 新大久保とかありそうだよ。あっち韓国の街ですよね。ありそうだよ。食べてみてください。あのカッパエビせんだったから。<laughs> さっき少々さんにもこのあのプロジェクトナインの残ってた森とさんにも、うん、あとこっちのスタジオにいた人たちにもあげました。今日に限っていっぱい持ってたんだよ。あいやなんだ？あごめんごめん。ツイキャス見てたらケイシーさんがさ。はい。 早速送ってくれてるわけよ。マジか。うん。これちょっと紹介しようぜ。ミキに振って。いやが言ういやいやいやがやったって言って言うなよマジで。俺が言うよこれ。あなたに振った後でケンシさんの僕紹介しますから見本として。じゃラジオとかけまして。はい。今一生懸命考えてくださいよ。ラジオとかけまして。 セキさん滑ったねってイエイうっさい <laughs> <laughs> ちくはいいくよはい <laughs> さえー、っとじゃあ早速ですねミキちゃんにも挑戦してもらいましょうかねはい、はい じゃ、よろしいですか?。はい。じゃ、お題、ラジオで。ラジオ。お願いします。整いました。はい。ラジオとかけまして。髪の毛の本数と解く。<laughs> その心は。どちらも。数が増えるでしょう。意味がわからんマ。<laughs> マジで意味がわからん。どちらも。喋れば喋るほど。髪がふさふさになるでしょう。うんうん、う意味がわからん。なんで言い直したかもわからん。その心はって。その心は。正 <laughs> いさんは。 なんで髪が増えたの？もうや、うっさい。全然できてないじゃない。当たり前やし。そんなもんね。お前に振られたくねえわ。自分はできてたのかっていう話だよ。同点争い言ったら、僕の方が多分一点ぐらいは勝ってる気がする。うんあの下手くそって言われてんのに、正気さん滑ったねって下地さん言ってんの。楽しいよ。はい。あの来てるから。だからよ早さよ。ケイシーさんがね。ラジオとかけまして。はい。プレゼントと解きます。その心は。 放送が楽しい<わ>放送と紙の放送をかけてるわけです。やっても1点ぐらいじゃない多分まあちょっと勝ってるぐらいでしょ <laughs> 多分わ分かんないですけど素晴らしいですね。うん、この前ケイシーさんがナハチョップでさ自分のこの,、はい、あの番組で、うん、この沖縄の,あの美人女優みたいな美人タレント番付きみたいなのをやっててうん、うん、ミキが目の前にいたもんだから、うん、ミキまで出してくれよった。 出たんですか。ありがとうな。なんやんばありがとうな。あ、そう。ありがとうな。喜んでるよこいつは。その時ケイシーさんのさ、元カノが来てたわけ。あ、そう。でミキさあの何年か一二年前にケイシーさんがやっと彼女ができたっていう話を聞いていて、でも。 久しぶりにこの那覇チョップで会ってどうですかってって「憲伸さん彼女とどうだったんですか?」って言って「<laughs> え仲いいんじゃないですか?てたわ」って話をしてたわけ「やめろよ別れました」って「やめろよマジって話をしてたわけで終わった後にさっき一番奥にいたの元カノですその時のって言われてから <laughs>、えー、元カノとかけまして <laughs> <laughs> 元カノとかけまして髪の毛の本数と届く <laughs> そ,の心その心は 俺が言うんかいなんで俺かけてねえのに俺が答えないといけないんだよそれを。<laughs> 自分で自分のあれやとるやということでメッセージ届いてますよ。はい、ありがとうございます。ますタイトル「義理の弟は」ということで。うん、こんばんぽ。こんばんばぽ。先週のネクララジオはひどかった。<laughs> 正規の正規がなかった。卑猥な話ばっかしてた。あごちゃん下ネタ NG なのによ,、まあ、よということで。<laughs> <laughs> よくさえやよくさえや本当に楽しんだだろう後でチェックするからよミッキーしなくていいです、ね、聞くからよしてテーマ韓国ということで2番目の妹の旦那、うん、そう韓国人<え>お兄ちゃんって呼ばれてるジリーだのにあ感動するぜって生オムニーって何ねなんか語,語尾になんとかオムニーとかオムニーだとかつけるってことなんじゃないのへー 韓国の稲具紹介しれってあげまわしてるけど、うん、なかなか紹介しない場合をニリということで, <laughs> なんでと韓国人の名字ってあんまりないって知ってたって名字どういうこと このミキのこの演出家のペミング顔全然違うけどペイだもん同じペイなんだ、うん、<laughs> ペイねまあ確かに言われてみるとそうだねペとかキムとかまああとないですけどチェジュウチェジュとかねチェチェカチェとかミョウとかあるんですかねわかんないですけどミョウとかけましてミョウとかけましては <laughs> い、うんえー、まマートと来ます <laughs> その心は <laughs> どっちどちらもどちらも使いにくいでしょうああくだらねえバカ野郎お前高いもんだよ髪かきもしればいいのにやるかやあれだよ普通にアゴベルトさん結婚してるからそうだよなそうだよだめよだめだめそんなもん韓国人の女性紹介してほしい気持ちはありますけれどもそうよそんなの言ってもなおその子さんが来てる こんばんはって、みき<え>ちゃんと正規の掛け合いをつまみに飲んでますってうん、うん、やっぱりな、<laughs> やっぱり飲んでますね、相変わらずですねその子さん、今日ね、あのーうん、ハピスマーアフタ飲んでしたよねあ、そうそうそうね全然、あのー、あれだね、離れた気がしないね、その子さん,なんか、ね、そうだね、<ー>なんかしょっちゅう、あの痕跡を残していかれるんで <laughs> いいねあ元気そうで、何言よりですいい<エ> <laughs> メッセージいただいてるんですよ、またお 天然ボケさんですね。はい、ありがとうございます。よよよよよよ。お願いします。はい。ラジオとかけまして。<laughs> はい。電波に乗って。ストレスかわいそうのメッセージを送る。え。てきてる。て <laughs> だけきてる。<laughs> あのかけてもなければ、な何もない。え <laughs>、後始末しれ自分だー。あ<ー>。あー じゃあもう天然ぼけさんの、はい、あれは誠意気さんが責任取るということで誠意気さんにやってもらいましょう何をよこれ続き「ラジオ」とかけまして、はい、電波に乗ってストレス解消のメッセージを送ると解くその心は <laughs> これに心あるかなないわ心ないわ <laughs> <laughs> そうだったわこれ難しいあのよ自分で考えて書けるならいいぜ <laughs> なんで人に書けられて俺が答え言わんといけんばっつう話だもん <laughs> え何ラジオとかけまして電波に乗ってストレス可哀想のメッセージ多分解消じゃないストレス解消じゃないストレス解消のメッセージを送ると説くその心はあ暇人わからんよやこれ天然ボキさんのせいだから俺謝る必要ないよなごめんなむしろごめんな俺ももうちょっと気の利いたこと言えりゃいやいやいいんだテキさんはほら心がないって言っただけでも心がないとかけまして 誠希さんの、うん、今日の顔をとどく。お、その心は。その心は。<laughs> その心は外しバカやろ。<laughs> 誰が言うんだよそれだから。無理だわ。無理だな。難しい。あ、難しい、ね。その心は。はいはい。あ、来てます。聞いたって言ってる。さっきのかうん。あの誠希さんがその心は聞いたって言ってる。天然ボケさんのメッセージに、うん。 答えを考えてくれたわけ。たぶんケイシーさん。あれだな、謎かけ歴に傷がついたな。してやったり。はい、そして、アゴベルトさんメッセージいただいてますけれども。やみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。下ネタ嫌いっていいよってやし、自分でアゴベルトさんは下ネタ出てきてると思います。僕は。ナイス。うん。 うわ上ネタでいきましょうやばいやつですからね上ネタでいきましょう上ネタでいきましょうということでそろそろエンディングなんですけどそうなんですよね韓国ねまあ楽しかったみたいで楽しかったです本当良かったですけれどもなんか自分のためにお土産買わなかったのうんオレオ買ったオレオ食べ物かよ大野さん本当にお土産買う時間がなくてあそう。もう本当なくて うん結構バタバタしてたわけじゃんバタバタしてたうんバタバタしててさこの韓国乗りの20個入りのやつをもうさこれだってパンパンパンって取って買ったんだけど、うんはい、いかんせん大きくてあれ結構幅飛んだよなそ<う>軽いけどそう家族とうん、うん、お姉ちゃんたち家族と弟たちの家族に買ったわけ、うん、大失敗だったねなんで ビーチで行ったんだけど、うんうん、荷物を減らして、手荷物の料金を取らないために。荷物減らしたのに、あ,あの薄い、韓国乗りではい、はい。うん、<laughs> まさか、それで自分のオレオ、オレオっていうのもさ。オレオってあれだろクッキー。そうそうそう、うん、あれの普通のオレオの半分くらいの薄さのオレオがあった。なんだその <laughs> インチキオレオ、うん。なんか美味しく、美味しそうだったから、ミキチョコレート好きだから、はい、これ買おう。 でやったのがもう最後の自分の記念日になった。もう食べましたかそれ？まだです。まだ食べ。もうなんかこれしかないと思ったらもったいなくて食べきれないよね。え <laughs> <laughs> まあ僕もお土産いただきましたけどもありがとうございました。あのカップエビせんに余計なチョコレートがついてる。あのな,なんでしょうねな,なんかよくよくわかんないやついただきましたけども。食べてみて？あ,あそうです。あ実はね、うん、あの、ね。 めいぐんさんが食べてて僕ちょっともらって食べたんですよおいしかったです嘘つけどん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 いや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 チョコが強すぎてなんかチョコ食ってるみたいな感じでよかった美味しかったですよ奥さんの分もあげたからねイキさんそうなんですよねいただきましてねい。食べてねありがとうあの上條美希ちゃんっていうの素敵な女性からのお土産ですていい素敵な女性とかけましてはい 上条イジョウミと徳その心は <laughs> やっぱ俺に来るんだよな <laughs> <laughs>、えー。どちらも、えー、どちらも素敵な感じでしょう。気持ち悪いな。ダメだわこれ。<笑><笑>まあね娘さんの分はまだ歯がないだろうから。そうですね <laughs>。次私が行った韓国とか行った時に行きましょうかね。うん、はい。タロット行きますか。タロット行こっか。今日何占いましょうかね。つるっと行こっか。つるっと。 何がいいそうだね、うん、ケイシーさんが占っていたなんでよ <laughs> 正気空振りってその子さんに言われてるあちく <laughs> <laughs> 言い返すチャンスがないでも本人目の前にしたら言い返せないんだけどね <laughs> 何しようかなそうですね、うん、あれにしたらどうですかん、まあ、韓国占ってみたらどうですか 韓国韓国の未来を裏ってみましょう。はい。お、さっきご飯をたくさん食べていた中村くんが登場しましたね。さっきと比べて様子どうですか。うんとね、見えないね目が悪くてあ、韓国の未来ははい明るいです。お前お前え。ね、何枚三枚選んだけどさ、中村くんが見てましたよ。 正気さん何番がいいですか。ええ僕今日三番がいいです。まあ三番いいカードです。本当ですか。とってもあの精神心がね安定してる人の。やっぱり。やっぱり素敵な人と一緒にいる感じです。奥さん大好きなんですね。あまあはいありがとうございます。気持ち悪い。だいぶ年下らしいですよ。私私八個下なんですけど正気さんのそれよりも下。すごいよね。ちょっと待ってもらっていいですかあなた。 八個下になりますか。あ、七個か。お前いくつか。<laughs> 僕今年三十八にな、ったんですよ。よ七個だ、七個下だ。サバ読みました。一 <laughs> 個ぐらいサバ読んだ。サバ読みとかけまして。おタンスの中とごとく。<laughs> そのところは。は <laughs> 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 ええと。さ、ええー、と。なんか、ど。うん、ちょ、どちらも。うん、ちょっと。 む、むし、湿度が高いでしょう。ただの乾燥。<laughs> <laughs> もう歴を喋らんわ。<笑><笑>閉めてくださいも。それじゃあ、皆さん、二 <laughs> 週間ぶりでしたけれども。あの、楽しかったです。あ、やっぱりほら、金曜日っていうのは酔っ払いが、ほら、回るよ。あ、こんばんは。なんだろう、もモアい,いですか。怖 <laughs> い。は。そうです。お。そうですそ。それじゃあ、今夜もありがとうございました。